オットラウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に属す、町村である。オットラウは、シュバルムエーダー軍の最も南の町である。この町は、アルスフェルトの北東10キロメートルのクニュル山地の南の侵略に位置している。町内を、グレンフ川南岸のシ流オッター川が流れている。オットラウは、北は、ノイキルヒエン、北東は、オーバーアウラ。 南東はブライテンバッハムヘルツベルク、南はアルスフェルト、西はシュレックスバッハと境を接している。この町は以下の6つの地区からなる。オットラウは775年にヘルスフェルト修道院が帝国修道院に昇格した際の資料に初めて記録されている。その後は782年にアトレイヤ、9世紀にオトラホ、 1057年にウザーバ、1232年にアトラ、1660年頃にアトラウとして記録されている。イクリーズアは1057年に記録されている。この教会の本来の守護聖人は分かっていない。13世紀の中頃に、それまでオットラウの教会が担ってきた周辺地域の中心機能は、ノイキルヒエンに移された。 宗教改革に伴って新たな教区が設けられたが、その地域はゲリヒト・オッドラウと重なるものであった。この教区は1535年に初めて記録され、1569年にはゲルズハインとベルファに支部教区が設けられた。1607年に改革派教会への改修がなされた。1747年にベルファの他に、 クラインド・パーハウゼンもオットラウの教区に編入された。遅くとも1585年までには独立した教区として記録されているゲルツハインは1837年にベルファと交代する形でオットラウの教区に編入された。現在オットラウの教会はゲルツハインやインメヒエンハインと共にクアヘッセン・バルデック、プロテスタント教会のツイゲンハイン教会クライスに属している。 人口に関する最も古い記録は1585年の45個があったという記録である。1750年には63個350人と記録されている。1861年、オットラウには488人のプロテスタント住民、7人の別宗派の住民、32人のユダヤ人が住んでいた。1961年には、 プロテスタント733人、ローマカトリック23人であった。オットラウは、9世紀には、ヘッセンガウに属していたが、1343年に、ゲリヒト・オットラウが設けられた。1585年からは、ゲリヒト・オットラウは、アムト・ノイキルヒエンに属した。1807年から1813年までは、カントン・オーバー・アウラに属し、 1814年から1821年には、再びアムトノイキルヒエンの所属となった。1821年から1848年まで、及び1851年から1973年までは、追言イ,イン軍に属した。拡大自治体としてのオットラは、ヘッセン州の地域再編に伴って1972年から1973年に、 それまで独立した町村であった6つの町村、すなわちオットラウ、インミヒエンハイン、バイセンボルン、ゲルズハイン、ショルバッハ、クラインドッパーハウゼンが合併して成立した。オットラウは1974年からはシュバルムエーダー軍に属している。オットラウの町議会は15議席からなる。プロテスタント教会は西暦800年よりも以前に建てられ現在では、 跡形もない建物の跡地に建てられている。1200年頃に建てられた、この教会は30年戦争で損傷し、改築がなされた。外から見ると五角形だが内部は、円形の内陣室は、2つの部分に分けられた、長道につながっている。長道の古い東側部分は13世紀、新しい西側部分は15世紀と17世紀に建設された。 内人室と長堂の東側部分はかつてはボールトで支えられていた。その金目石は西側及び北側のファザードに再利用されている。現在の平屋根は17世紀後半に作られたものである。この教会は庭に完全に囲まれている。教会の北にアルトブルグと呼ばれる中世後期の石造りの建物がある。現在は農家の所有となっているが、 オットランの何世紀にも及ぶ歴史を証明する建造物である。ありがとうございます。